こんにちは、さきです。今日は、みんなのメイクの勉強会でいただいた TV& ムービーっていうブランドのパウダーファンデーション紹介したいと思います。5月ぐらいにデビューしたブランドになるんですけど、こちらですね、中谷美紀さんがブランドミューズになっているっていうことで、見てました、あれ私結婚できないんじゃなくてしないんです。あれもめっちゃハマってて、もうその頃に多分 CM とかやってたと思うんですけど、テレビで。それで見てすごい気になってたんですよ。で、このブランドがね、オーガニックコスメのブランドになっていて、なのでコスメキッチンとかで売られていると思います。このファンデーションを作るにあたってのこだわりっていうのがかなりすごくて、もう私の動画では確実にお伝えできない、もう本当になんか魂を感じました、このコスメ。その成分の、なんて言うんだろう、生産地とかどうやって作られたかとか、どうやって抽出したかにまでこだわってるんで、本当に純度の高いっていうのかな、なんて言うんだろう、効能が最大限に活かせるような、その植物の育て方とか抽出の仕方っていうのをこだわってやっているそうです。これですよ、10分で私の肌色に追いつくファンデっていうのがすごい今までになかったんじゃないかなっていうような感じで、すごい気になってて、普通のファンデーションというのは肌の上にいつまで綺麗に乗ってられるかっていうのが勝負だと思うんですけど、このファンデーションというのは肌にのせて皮脂とこう溶け込むようになじませていって、そうですね、肌を綺麗に見せるというようなファンデーションになっているそうです。つけたてよりもちょっと時間を置いた方がかなり馴染んでいく、でツヤっと見せてくれるような印象を受けました。10分ぐらい置くと、なんていうの、ツルツルになるような感じがします。ちゃんと肌に密着する、本当に肌になるっていうような感じの、もう絶対に肌テカらせたくないみたいな人はやっぱお化粧直しとかが必要かなと思うんですけど、お化粧直しも本当に重ねてもちょっと時間を置くとすぐに溶け込んでくれて、全然ねパサつかないんですよ、パウダーファンデーションなのに。それがびっくりしてる私的には。はい、どんどんなんかツヤっとしっとり、しっとりじゃないんだよな、これなんか張りが出るというか、滑らかになるというか、そういう感じがしますね。今日のメイクは同じ TV& ムービーのサンプルいただいたんですけど、ミネラルコントロール UV ベース SPF15PA2+ 化粧下地、ピンクの化粧下地になっています。で、これもめっちゃ驚いたのが、 UV ベースなのに夜はもう美容液として使えるらしいんですよ。すごくないですか？それがびっくりしました。で、すごいピンクですよね、色が。でも肌にのせていけば結構馴染んでくれて、パッと明るくしてくれるような色味かなと思います。で、匂いもね、かなりいい匂いで、どっちも確かね、洗顔料だけで落とせるというね、やっぱりミネラルなんで、ね、この化粧品自体がもうオーガニックだからめっちゃ軽いんですよね、つけ心地が。うん、全然お化粧してる感じがしない。あのファンデーション買うとね、こういうのついてくるんですよ、ね、と分厚めの説明書みたいなのついてくるんですよ。こうやってなんかね、すごいメモして書いてみた割にもう本当に伝え方がちょっと自信ないんで伝えられないんですけど、本当にね、成分にこだわったりする方には本当におすすめです。私自身そんなに肌が弱い方ではないので、結構どの化粧品使ってもそこまでやばいっていうことにならないんですけど、本当にね、肌が敏感な方とか、あとアトピーとかの方にも本当におすすめできるぐらいの成分が使われています。 TV&ムービーっていうブランド名の通り、あの結構いろんな撮影とかでタイアップして使われてるらしいので、 4K だとやっぱその素肌感とかも見えちゃうらしいんですよ。なので、そういう本当に素肌が綺麗に見せてくれるようなファンデーションを作ってくださいというような要望を受けて、しかも誰でも安心して使えるっていう感じで作られてるそうです。価格が、10ミニッツミネラルパウダーファンデが5500円で、レフィルが4500円ということですね。プチプラがめっちゃ大好きなんですけど、もうそこまで成分の話を聞いてしまうと、本当に5500円でも本当に納得だなっていうような印象を受けるぐらいなんですよね。でもこの動画ではちょっとその成分についてはお伝えする自信がありません。
すみません、もう本当にダメな動画だ。ちょっとどうしようもない動画だったんですけど、お付き合いいただき本当にありがとうございます。次回の更新でまた会いしましょう。失礼いたします。